高浜川は、愛知県西三河地方を流れる高浜川水系の二級河川。高浜川自体は、油が淵から、木浦湾までの河川延長 2.7km、流域面積4.2平方キロメートルの小河川に、杉内が高浜川水系全体では、河川延長 35.8km、流域面積68.2平方キロメートルであり、 高浜川と高浜川水系で規模が大きく異なる。本校では、高浜川水系全体について記述する。北海軍地域と高浜川水系の流域図出展、高浜川水系河川整備計画、高浜川流域市高浜川水系は、愛知県唯一の天然故障である油が、淵、長田川、半場川、高浜川、新川で構成される。 高浜川水系全体では、河川延長は 35.8km、流域面積は68.2平方 km である。上流から油が淵までは明確な本流が存在せず、規模の似通ったいくつかの流れが高浜川水系を構成している。南東側の矢作川水系と北西側の猿ト潜水系に挟まれている。流域の自治体は、壁南市、 刈谷市、安城市、西尾市、高浜市の五市である。愛知県において高浜川水系の流域が占める割合は、面積が1.26%、人口が1.60%、製造品出荷額が2.80%である。1982年時点での流域人口は約10.4万人だったが、1993年時点では、 約11.8万人、2000年時点では約12.5万人、2005年時点では約14万人と増加傾向にある。2001年時点での流域の土地利用は農地が55%、市街地が45%である。明治用水開通後の安城市を中心とした一帯では多角的で先進的な農業経営が行われ、日本デンマークと称される。 農業先進地となった。現在でも高浜川流域には水田が広がっているが、自動車産業の発達とともにトヨタグループを中心とした工場が多数立地し、流域では農業と工業が入り混じった土地利用が見られる。新川を越える名鉄三河線の電車最も西側に、ある冷えた川は安城市高棚町付近に橋を発し、川幅5から40メートルで、 田園地帯を南西に向かって流れる。豊田自動織機高浜工場や、愛知県立高浜高校の脇を通り、高浜市街で南に向きを変える。名鉄三河線と並行し、愛知県立北南高下高校付近で高浜川に合流する。高浜川水系の流域中央部を流れる。長田川は川幅後の40メートルであり、高浜川水系で、 最も延長距離の長い河川である。JR 東海道本線安城駅の西側に橋を発し、冷えた川と同じく南西に向かって流れる。安城市街地で東海道本線や東海道新幹線を越え、田園地帯で国道23号などを越え、9 0トルを流れて油が淵に到達する。長田川は約2 5トルにわたって、 安城市と壁南市の市境を形成し、油が淵でも、故障の中央部が、領事地帯の市境となっている。半端川は、愛知県立安城高校付近に橋を発する。川幅後から40メートルで真南に向かって約1キロメートルほど、流れた後、安城産業文化公園、デンパークの北側で支流の東隅田川を集め、冷えた川や長田川と、 同じく南西に向かって流れる。デンパークの北端を流れるが、公園に隣接して、遊水地や、浄化施設などがある。国道23号を越えると、南南西にやや向きを変え、矢作川に迫るように流れる。矢作川まで 1km ほどの場所で西に向きを変え、支流の朝鮮川を集めて油が縁に達する。朝鮮川は、 愛知県立安城南高校付近に橋を発し、愛信世紀西大カスト工場と愛信 AW 本社工場の間をすり抜けるようにして、川幅5から30メートルで南西に流れる。やはり、矢作川に1キロメートルほどまで迫るが、西尾島市町で西に向きを変えて半端川に合流する。油が淵には、長田川と半端川の水が集まり、 高浜川と新川に分かれて、絹浦湾に注ぐ。平均対流日数は約4日だが、寒河期には2日程度であり、非寒河期には5日程度で地水が循環する。高浜川は途中で冷えた川を集め、合流して、すぐの場所には水量調節用の高浜川水門が設けられている。川幅は約70から120メートルで西北西に向かって流れ、 名鉄三河線、国道二百四十七号、木浦臨海鉄道壁南線などを越えてから、木浦湾に注ぐ。新川は川幅約四十メートルで南西に向かって、流れ、油が縁を出て、すぐの場所にはやはり、新川水門が設けられている。高浜川と同様に、名鉄三河線、国道二百四十七号、木浦臨海鉄道壁南線などを越えてから、 浦湾に注ぐ。全体が岡崎平野西部を流れ、流域の西側は標高約2メートルの中積低地であり、東側は標高5から17.5メートルの壁海大地と呼ばれる鉱石台地である。ュー部は旧街となっており、大地の解析国に河川が流れている。谷東部は雨水の浸食によって形成され、地下水が流出する。 壁海大地を構成する鉱石層は壁海面と呼ばれ約三万年前に形成された。石葛色または褐色の堆積層は三から八メートルの厚さであり、壁海面の南部には山州河原の原料となる粘土層を含む。壁海群地域は温帯湿潤気候の東海型に属し、六月中旬七月中旬、九月,月から十月に 降水量が多いが、愛知県内では、比較的降水量が少ない地域である。新川水門高浜川水門湯が淵と木浦湾をつなぐ二つの河川、高浜川と新川は人工的に改作された河川である。1600年頃までは、現在の油が淵付近までが北浦と呼ばれる再開の入り江だったが、矢作川からもたらされる大量の土砂によって、 入江が埋まり、北浦が閉塞して商法4年に、現在の油が縁が形成された。油が縁が形成されると、冷えた川、長田川、高取川、半端川がことごとく油が縁に流入するようになったが、神殿に利用する、灌溉用水路以外には流出する河川がなかったため、大雨の度に油が縁が溢れて水田に浸水した。このため、 現在のしじみ川に相当する排水路が掘られたが、さらに新田開発が進んで一本の排水路だけでは追いつかなくなったため、元六十四年に排水路の建設が計画され、宝永二年、現在の新川に相当する河川が開作された。1893年には農業用水、疎水、物資輸送など多目的の壁海運河の建設が計画された。 それまでも新川港から油が淵を通って、えのき前村までは通船があったが、さらに、三ノ輪村、福鎌村、忍村などを通って北上し、西鴨郡衣町まで改作する計画だった。しかし、その後の様子は定かでなく、計画は実行されていない。明治10年代には、矢作川の流倉土砂で油が淵を埋め立てる計画が、 あったが、計画ははかどらずに廃案となった。1881年に、明治用水が開通すると一体で、神殿開発が盛んとなり、明治年間には、現在の安城市域だけでも2000ヘクタール以上が、神殿として開発された。安城市域に50カ所以上あったため池はことごとく、農地に転用され、現在の市域には、ため池が一つも存在しない。 宝の還元水が、冷えた川、長田川、半端川を流れて油が淵に流入した。油が淵への流入量が増加し、再び農作物への被害が発生するようになったため、1931年から1935年にかけて河川延長2340メートル、川幅30メートルの高浜川が改作された。 1944年の東南海地震、1945年の三河地震、1946年の昭和南海地震で流域の地盤が沈下し、高浜川、新川の流下能力が低下したため、1952年から1956年にかけて高浜川の拡張工事が行われ、現在の川幅60メートルとなった。 高浜川流域や石敷町では 50cm 程度の地盤沈下が起こっているが、西の浦町や片野原町やはず町では逆に100から 125cm 程度の地盤上昇が起こっている。高浜川と新川では川口部を埋め立てて工業用地の造成が行われ、現在の壁南市は面積の約40%が埋め立て地である。油が淵周囲の地盤は、 標高0メートル程度であり、満潮時には、絹浦湾よりも油が縁の水位の方が低くなる。このため、高浜川と新川には水門が設けられており、また、干潮時に開き満潮時に閉まる常時排水ゲートが設けられている。高浜川、新川は洪水対策を目的として人工的に開削された河川であり、 このような水害対策が施されてはいるものの、高浜川水系流域は現代でも頻繁に洪水被害に見舞われている。古くは1953年9月や1959年9月の際に、油が淵周辺が高潮浸水被害に遭い、平成に入ってからも、1991年9月、1994年9月、1999年6月、 2000年9月などに高潮や洪水による浸水被害に遭っている。水系の中心にある油が縁油が、縁は周囲約 6.3km、面積約64ヘクタールの天然故障であり、内水面漁業が営まれているが、漁獲量は年々減少している上に、海面漁業に対する漁獲量比は数程度である。冷えた川や油が、縁は、 高浜川水系の中でも水質が悪く、特に油が、縁は日本国内で最も水質汚濁が進んだ故障の一つとして知られている。水質汚濁に関わる生物科学的酸素要求量の環境基準 5.0mgL を大きく上回る年が多いが、平成に入ってからは水質が改善されつつある。環境省が発表している。 公共用水域水質測定結果では、1984年度には184、水域中ワースト2位であり、2010年度はワースト15位だったが、過去10年の水質改善率では3位となった。油が淵には、浅場の水草や砂底、砂で栄底などを持ち、鯉、銀ブナ、タモロコ、鮎、オオ大口バス、ウナギなどが生息している。 縁の中央部に架かる橋より、上流側には大陸バラタナゴやオイカワなどの順端水魚が多く、橋の下流側にはボーラ、ヒイラギ、マハゼなどの寄水魚が多い。1993年の調査では、縁周辺でチュウサギや小アジサシなどの希少な鳥類が確認されている。植物ではよし、マコモ、浮き上がら、太いなどが多く見られ、ミクリやミズオオバコなど日本では、 数が減少している植物も確認されている。高浜川の由来は地名の高浜であり、高浜は文字通り高くなった砂浜を意味する。油が、淵はかつて、蓮寮池や大池などと呼ばれ、村によって故障がまちまちだったが、流島伝説から油が淵と呼ばれるようになったという。この伝説によると、現在の壁南市にある大人寺の前に、 親孝行な息子と小煩悩な母親が二人で暮らしていたが他に身寄りもなく家は貧しいため、淵に漁に出た船の目標となる投下を転じることができなかった。しかし、ある日から漁に出た日には岬に明るい灯明が輝くようになったという。淵の神様が母子のために油を買って灯明を灯したのだろうと言い伝えられ、淵は油が淵という名で呼ばれるようになった。 朝鮮側の由来は、文読、慶長の役の際に連行された土木技術者が改作に従事したためとする説があるが、室町時代にこの付近の城塞を攻略した土方の軍船の鮮明にちなむとする説もある。西尾式羅町にも同名の河川がある。高浜市は、ボート競技の進行を図っており、高浜川では、毎年夏にレガッタ大会が開催されている。 高浜川では500メートル3レームのコースを取ることができ、3月から10月まで使用できる。潮の緩慢による流速の変化があり、午後は風の影響を受けやすいとされる。愛知県内で想定が可能な水域には、省内川や中川運河、矢作川の干八橋、愛知池などがあるが、高校、大学、 実業団のボート部が使用しているこれらの水域とは異なり、高浜川で活動しているのは、高浜ボートクラブ、NPO 法人高は、ま、スポーツクラブなどのみである。ABE ボート部で説明している通り、高浜川単独の場合の数値である。流路説における川幅は、歴史説における高浜川の川幅とは、出展や意味が異なる。 A.B. 高浜市日町五丁目の高浜川、リバーサイドパークに設置されている碑文も参考にした。ありがとうございます。